ゆうちの大好物ホタルイカを買ってきました。今から目ん玉取ってきます。どこがメカ教えて。パパ谷奥取れてない時あるから今んところないね。気持ち悪いよ。ちょっと米少なかったんでお寿司も買ってきました。お疲れ様です。ドッパーイ。まあ、一望狩りで話してたママに会う話なんですけど、今月に2回会えてます。まあ、この YouTube 教師の友達も見てるんであんまり言わない方がいいこともあるんですけど、もう離婚調停とかも2回ぐらいやってて、離婚調停お仕事しながら休みの日は裁判所にいろいろ話とかしてたんですけど、まあ、それで元奥さんと子供たちが会える条件というか約束をしてたんですけど、まあ、なかなか相手に約束守ってもらえなかったりして合わせられない状況が続いてたんですけど、まあ、今はしっかり子供たちと向き合いたいって言ってくれたんで、てかもう元奥さんもう拒否がこのまま大きくなったような感じなんで、もう憎しみとかないんでね、全部ひっくるめて僕が悪いと思ってるんで。え、悪くないよパパは。あ、そう。嘘だよ。まあ結局僕がまあ弱かったってのもあるんで、精神的にもいろんな面で弱かったからって思ってるんで、まあ人生いろいろありますね。そうだよね。いろいろある。ない。まあ終わったことは気にしない。はい。前向きにね。またパパのことが始まった。過去のことは気にするな。今自分がやることをさっさとやれているのはいつも友人に言ってくるんだよ